もいけますか。お母さんが申したらいいわ。ただいまから第10回総務常任委員会を開会いたします。本日の委員会はお手元に春をいたしております会議日程により進めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは日程第1、第5次総合計画第3期中期計画策定の件を議題といたします。当局の説明を求めます。秋元課長。はい、ただいま議題となりました日程第1、第5次総合計画第3期中期計画策定についてご報告させていただきます。お手元の資料1ページ目でございますが、総合計画の趣旨と構成を記載いたしておりますが、下の再掲図の方をご覧ください。第5次総合計画は基本構想部分と中期計画部分に分かれておりまして、基本構想部分につきましては平成23年から33年度までの11年間を計画期間とさせていただいております。現在は第2期中期計画の26年度から29年度のところでございますが、今回網掛けをしております30年度から33年度の第3期中期計画を策定するにあたり、今年度中にはこの作業に入っていくこととなるため、本日ご報告させていただいております。ページをめくっていただきまして、2ページ目をお願いいたします。まず第3期中期計画の策定といたしまして、1番目には今申しましたように30年度から33年度までの中期的スパンで施策の見直し、策定を行ってまいります。2番目の項目といたしましては、第2期中期計画期間が29年度まであることから、今後第2期中期計画の総括に入りまして、29年度末までに第3期中期計画を策定してまいります。庁内で第2期中期計画の総括を行いながら、第3期中期計画の策定作業を進めてまいります。策定にあたりましては、総合計画審議会に諮問し、審議を経て市議会に議案として提出させていただく方向で検討しているところでございます。現在規則改正を行い、今後規則改正を行い、総合計画の中期計画を議決事項としてまいりたいと考えております。3番目でございますが、パブリックコメントにつきましては第5次総合計画の策定時に基本構想部分について行いましたが、今回は中期計画の策定であり、第2期中期計画と同様に今回もパブリックコメントは実施せず進めていきたいと考えております。次に総合計画審議会についてでございますが、審議の際にはこれまでと同様に専門部会を置きまして、全体会と並行して各部会に分かれながら審議を行っていくことを考えております。専門部会の構成につきましては、第2期中期計画に合わせて4つの部会を基本としながら、どのようなやり方がいいのかということも審議会の皆さんのご意見も聞きながら進めてまいりたいと考えております。委員の構成についてでございますが、宇治市総合計画審議会設置条例において現在40人以内、任期2年、市議会議員、学識経験者、関係団体役職員、市民公募者としております。第3期中期計画における審議にあたりましては、市議会議員への移植は行わず、その代わりといたしまして、より広く市民の声を聞くため、市民公募委員数を5人から8人とし、4つの部会に2人ずつ選出いたします。なお第1期では36人、第2期では31人への移植としており、今回は28人への移植となる見込みでございます、ございますが、40人以内という定数につきましては変更は行わない予定でございます。別点の資料に別点の現在の宇治市総合計画審議会設置条例というのを付けさせていただいておりますけれども、そちらの方をご覧ください。お次進むではなく別の方です。また総合計画審議設置条例というのをご覧いただいておりまして、第3条第2項に委員に移植するものが挙げられておりますが、今回から市議会議員への移植を行わないことから、第1号を削除し、第2号以降を繰り上げる条例改正を12月議会において提案してまいりたいと考えております。
元の資料にお戻りいただきまして、2ページの下の方でございますけれども、市民公募委員につきましては、先ほどもご説明させていただきましたが、各専門部会に2人ずつ選出し、選出にあたっては年齢、性別、関心分野、志望動機等を考慮してバランスよく多岐にわたりご覧いただけるよう努めてまいります。12月15日号の指定代理や市ホームページ等により公募を行い、小論文等を提出いただき、面接も実施する中で選考させていただく予定でございます。3ページ目には今後の予定ということで大まかな予定を付けさせていただいておりますが、まず本日総務常任会の方に報告させていただきまして、早速委員の選定に入っていくということで考えております。この同時期ぐらいに1月から5月ぐらいにかけまして、第2期中期計画の総括をしながら、1月中旬くらいには市民公募員の選定を終え、来年2月上旬には第1回の総合計画審議会を実施していくということで考えております。市議会への報告につきましては従来通り全体会議開催後に行っていくということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。来年度の29年度の1月頃に答申をいただきまして、2月頃に第3期中期計画の原案をまとめながら最終的な整理を行って町議決定し、市議会に議案として提案してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。資料といたしましては、第2期中期計画策定時の第15期の総合計画審議会の名簿の方を参考につけさせていただいております。以上、第5次総合計画第3期中期計画策定についての説明をさせていただきます。これより質疑を行います。公開委員、何点かお聞きしたいと思います。まずは議会との、関係についてお聞きしたいんですが、今回は、審議会に市議会議員が参加をせずに、市議会に議案として出されるということになりますので、ただ今後の予定というところにしていただきますとね、市議会への報告については本日総務常任委員会にご報告いただいた後、かなり空きまして、これ見る限りですと、もうこれは再来年の2月なんですか、に失礼しました。市議会への報告については全体会議開催後に2月上旬から1月にやるというのが書かれているのと、議案提案が、されるということだけなんですけれどもね、市民委員の皆さんの公募の状況、選定の状況ですとか、あと、審議会の中での議論の内容ですとかね、議会と報告いただいて、議会と密にやり取りをして、進めていく必要が今回についてはあるんじゃないかというふうに思うんですけれども、この点いかがでしょうか。秋元課長。資料の3ページの今後の予定のところで、ちょっと分かりにくい資料で申し訳ございません。今年度中ですね、今年度中の来年2月には、総合計画審議会を開催というふうに考えておりまして、その後、それから1年後の 1月までの1年間かけて、総合計画はおよそ3回、総合計画審議会自体は全体会は3回ぐらいになるかと思うんですけども、その全体会が終わった後に、その都度議会の方には報告させていただいて、審議の状況ですね、やはりその順を追って、きちんと説明させていただきたいというふうには考えております。で、その、最後の答申自体が29年度までの最後ですので、30年1月ぐらいになるんですけども、答申いただいてその後ということですので、今おっしゃっていただいてます、議会との関係でいきますと、きっちり、節目節目に報告をさせていただきたいと考えております。公開その点よろしくお願いしたいというふうに思います。どこの委員会で審議されるかとか、全体
勉強議会で審議されるかとか含めて、それは議会の問題かというふうに思いますけれども、議長や副議長というご相談いただいて、この計画策定にあたっては議会とのやり取りを密にやっていただくということについて、お願いしておきたいというふうに思います。それが1点とですね、もう1点は今回中期計画を見せていただきましたらね、目標値、指標値などの設定がされている部分がありますよね。将来展望というのがかなりさまざまな部分で書かれているんですけれども、この将来展望の見通しなんかも含めて変更が必要になってくるというふうに思われる部分というのはあるのでしょうか。秋元課長。今中期の方で、それぞれの、分類ごとに目標値、指標値というのを設けておりますけれども、この、今後の展望につきましては、今後総括をしてまいりたいと考えておりますので、その中で、議論して、検討していきたいと考えております。公開、今後検討されて、変えるべき必要があるものについては変えていくということでよろしかったですね。秋元課長。はい、中期計画の、中期計画部分での目標値というものはそれぞれの中期計画ごとに定めるということになっておりますので、当然3期に向けてはその時の状況に合わせて、設定したいと考えております。公開。それと同様なんですが、この指標値目標値の設定の変更というのもね、当然出てくるかというふうに思うんです。例えば保育所の待機児の問題について中期計画については書かれていますけれども、ここで書かれているのは国定義で値が出されているんですよね。で、国もここ数年の間にこの国定義の問題点というのを認識されて見直しを指名されようとしていますね。で、この国定義そのものが保育所の待機児の実態と合わないということで、私たちの会派はずっと言ってきましたけれども、他の会派の皆さんも待機児が225人いるということでビラも出されて、国の定義と合わへんと、国の定義は実態と合わへんということを示されている、そういうふうに言われているふうに思うんですけれども、この設定の変更というのも当然行うということで理解してよろしいでしょうか。秋元課長。個別のところにつきましては当然、総合計画審議委員会の中で、専門部会という形で、分離させていただきますので、まずは市の方で、総括をして、でそれを総合計画審議会の方に、投げかけさせていただいて、その中で議論となってくると思いますので、その中で当然必要だということであれば、この目標値、指標値というのは、またその時の状況に応じて変えていくべきかとは思うんですけども、それはまずは総合計画審議会の中で議論していただくことかと考えております。公開。必要あればそれも変えるということでよろしいですね。違ったらまた言っていただいたらいいんですけど、それとね、目標値、指標値などの項目も新たに設定する必要があると思うんです。例えば学校の教育環境の充実の項目で今出ているのは学校施設の耐震化と空調機設置率が目標値、指標値という部分になってますけれども、今問題になっているのはトイレの改修ですとか雨漏りする学校施設の改修などになっています。この新たな項目設置が必要になるというふうに思いますけれども、この点についてはどのように聞かれる計画でしょうか。会部長。先ほども待機児童の問題であるとか、今の、この施設の問題であるとかいうことで、ご議論いただいたんですけれども先ほど課長も申しましたように、総合
審議会の中で、その辺はいろいろ議論させていただいて、当然今の時代に合った形の目標の設計であるとか、まあ、その目標がの数値であるとか、まあ、そういうことは見直していくということになりますので、当然まあ新たな項目も出てくることもあれば、もうすでに終わったものは消していくということもございますので、設定も含めて調整をしていきたいというふうに考えています。公開、それとあと12月に市長選挙も行われることになって、それぞれの市長を目指される方は公約を発表されると思うんですけども、この市長公約、まあ、市長マニフェストといいますかね、そういったものの反映というのはどのような形で行われるつもりなんでしょうか。秋元課長。この中期計画の期間でございますけども、現在でしたら26年度から29年度まで4年間ということで、今宇治市がやっております大宇治総合計画につきましては、市長選後1年後に、まあ、策定期間を設けて、次の中期計画に、を設定、策定するという形になっておりますので、当然第3期中期計画を今後検討する中で、市長の公約といいますか、まあ、その辺のあたりもしっかり、含めて検討していくことになると考えております。分かりました。それとあと、この第2期中期計画の総括も行うというふうに言われていますけれども、この総括というのはどの程度詳細に行うものなんでしょうか。まあ、ちょっと具体的に言いますとね、達成度も含めて市民の皆さんの生活にどのように影響を与えているのかとか、そもそも市民ニーズと合致していたのかとかね、フォーカスを行うにあたっては、詳細なフォーカスを行うとともに、市民にこの通期計画を評価してもらうというところから始めていかないといけないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その点についてはいかがですか。秋元課長。まず町内でしっかりとそれぞれ分類ごとに目標値、指標値なんかも設けておりますので、まあ、その達成状況も含め、それぞれの取り組み状況についてはしっかりと、総括し、で次の3期に向けて、どのような、現状の課題があるのかということをまとめさせていただく予定です。でそれを総合計画審議会の中にでしっかりと報告をさせていただいて、で、その中期計画の達成状況や、まあ、現状のその時点での現状の課題なんかを上げてから、それをもとに3期につなげていくというふうに考えておりますので、まあ、総合計画審議会の中でしっかりと報告してまいりたいと考えております。公開。この今回パブコメもやらへんということなので、総合計画審議会に選出された市民の方の意見が主に市民意見の反映になってくるのやというふうに、ね、ご答弁からは理解したんですけれども、私はこれでは市民意見はリアルに反映されないというふうに思うんですね。今の宇治市が抱えている問題とか市民生活が抱えている問題をどのように宇治市が解決しようとしているのかというのを、この中期計画の進展状況と合わせてね、市民の方に判断していただくと、評価していただくということが必要だと思いますし、新たな市民計画を作るにあたっては、市民意見が最大限尊重されないといけないというふうに思うんですけれども、フォーカスは町内であると、でこれを審議会に出すから、これで市民意見も反映できるんやということだけでは不十分やというふうに思うんですね。市民アンケートなどいろんな方式があると思うんですけれども、そういったものは実施されるおつもりはないんですかね。秋元課長。
今のところ市民アンケートについての、実施予定はございませんけども、その市民の今のご意見ですね、市民の方の意見を広く聞くための手段というのは、また今後検討していきたいと考えております。公開委員、やはりね、やはりこのうち市政というのは市民の皆さんのためにあるものですから、市民の実感に合わせたものにしていかないといけない。だから町内だけじゃなくて、で市民委員の方だけではなくて、広く市民の方に意見を聞いていただける対応をしていただきたいというふうに思います。この上でお聞きしますけれども、市民委員の選定基準というのは何か決められているんでしょうか。秋元課長、選定の際には、論文を出していただいたり、というふうな、先ほど答弁しました答弁をしていただいたり、あとは面談の中でいろいろとお聞きする中で決めていこうと思っておりますけれども、具体、その基準ってどう、どういうタイプですかね、細かな、年齢とかを言って設けさせていただくこと、何歳以上とかいうことはあるとは思うんですけども、あまり今のところ細かな基準というのは考えております。公開委員、質問の内容変えますけど、でしたら論文や面接などで何を重視されて市民委員を選ばれるのか。いや、論文出してもらうと、面接もしてお話をすると、ただ論文出してもらったり面接するわけじゃないですよね。何か目的があってこれはするわけですから、何を重視して市民には選ばれるのか、これは決まってないんですか。会部長、まず応募にあたりましては、論文を出していただくわけですけれども、そういった部分でまず自然に対してどのような関心を持たれているのであるとか、またどういった政策を、仮に提案をされているのか、そういった部分を論文の中で見させていただく中で、市政について、いろんなご提案をいただける方かどうかというところをまず見ていきたいと思っています。あと面談の方では、そういった論文に書かれている内容を確認させていただくと同時に、やはりその審議会等で、しっかりとご意見を言っていただけるような方かどうかというあたりもちょっと話をしていく中で、見させていただければなというふうに、ちょっとバグとしたような説明になりますけれども、そういった観点で、その論文なり面談での選考をしていきたいというふうに考えています。あとここに書いてあります通り、例えば性別であるとか関心分野であるとか、そういったところであまりその重ならないように、あるいは男女に分けるようにとか、そういった部分のことはちょっとバランスも言って考えながら選考をしていきたいというふうに考えています。公開委員、市民公募委員の方で言いますとね、ここについて選定をこうしろああしろということは言うのはあまり適局じゃないかもしれませんけれども、やはりできる限り子育てされている方ですとか、親の方で今介護されている方ですとか、いろんなやっぱり課題を抱えながらご自身の中で暮らしていらっしゃる方ね、そういった方がまんべんなく選ばれて、負担なく意見言っていただけるというものにしていかないといけないというふうに私は思います。委員会の開催のね、時間帯なんかも含めて、例えば日中の昼間からやってたら働いてる人は参加できないわけですから、そういったことを含めてご検討いただきたいというふうに思います。それと委員長に申し上げておきたいのが一つありまして、市民意見の反映について先ほどやり取りさせていただきましたけれども、私は、議会の方でもこれは議案として出てくるということですのでね、議会の方も市民の皆さんの意見、市民の皆さんの姿勢に対するニーズを把握する必要があると思いますので、市民意見をお聞きする公聴会などをご検討いただきたいというふうに
思います。その点委員長にご要望申し上げて、終わりたいというふうに思います。ご報告適切な時期に協議したいと思います。よろしくお願いします。他にご質疑は松峰委員、はい、ちょっとまたお伺いします。今新聞公募の関係もあったんですけどね、まあ、5人から8人に変わるということで、その中期計画で市民公募をされたときに、まあ、5人選べられたということなんですけど、何人ぐらいの応募があったんですかね。秋元課長。第1期の時には54名の方の応募がありまして、第2期中期計画では30名の方の応募がございました。松峰委員。そうすると次もそれぐらいの人数は見込めるから8人は大丈夫やろうで。秋元課長。はい、これぐらいの方はまたお申し込みいただけるのではないかと期待しているところでございます。夏峰委員。まあ、そんだけ言い張るとなかなかお断りするのもね、なかなか難しいというか、そこへ選定していくというのも難しい話やなというふうに思いますし、まだね、そうやって応募されて、来ていただける方っていうのは関心の高い方が多いと思いますしね、その辺の意見も大事にしてあげてほしいなというふうに思います。でそれと10年計画ですから、その時代の流れの中で新しいものがあったら部長の答弁でも取り入れていくということがおっしゃっておりました。でこの間新聞ね、に関して読んでましたら、教員の関係だと思うんですけど、学校のトイレのね、洋式トイレが府内の出来栄えを新聞に載せておられましたけど、平均が30%だったね、36%だったのかな。でうちがまあ34%か3%ぐらいだったと思うんだけども、やっぱりその内容、新聞の内容を見ても学校で和式のトイレは使いにくいと、でも家まで我慢して帰るという子どもが大変多いということも書いてありましたし、で長岡教師なんかやったら 55% 超えとったところもありましたし、ね、その辺なんていうのはどのようにお考えになります。海部長。はい、トイレの問題は難しいところもございまして、私も教育委員会に行ったこともございますので、難しい課題ではあるんですけども、まあ、やはりどうしてもそのトイレの 和式の洋式化というのはどうしてもトイレ改修と合わせて、やっていかないと、例えば和式よりブースも広げていかなあかんとか、まあ、いろんな配管の問題であるとか、まあ、いろいろございますので、やはり単純にポッと変えれるものではございませんので、どうしてもトイレ改修とセットになってくるということで、この間はトイレ改修に鋭意取り組んでおるわけでございますけども、まあ、議会の方からもいろいろご要望であるとかご意見いただいておりますので、まあ、トイレ改修については我々としてもできる限り進めていきたいということで、まあ、この間実は補助採択がない中でも、まあ、我々としては精一杯改修を進めてきた。で今般今年度補正予算でもトイレ改修までも含めて国の補助が採択をされたという状況もございますので、従来2校であったものを今回3校に、増やしていこうかなということで今準備を進めているところでございますけれども、我々としてもできるだけ財源もしっかり確保しながら、できるだけ早い時期にトイレ改修が終わるように、まあ、取り組んでいきたいというふうには考えているところです。松峰委員。はい、よろしくお願いしたいと思います。でやっぱり子供らのね、そこは僕は要望と受け止めてみなきゃなというぐらい、やっぱり子供はもうすでにそういうことで取材に応じているところもあると思うので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。他に坂下委員。今のトイレの件なんですけどね、鈴木さん子どうのもって話したけれども、それはいつの時点の話ですか。ちょっと海部長。はい、まず3校というのが、この平成28年度の当初予算の段階で、まあ、いろいろこの間ご意見もいただいたということもございまして、それまで小学校1校中学校1校ということで、
ライフラインと合わせてトイレ改修を進めてたわけですけども、それをまあできるだけ、増やしていきたいという思いから、あの当初予算の中でまず調査設計について、小学校2校と、中学校1校という予算を上げさせていただいて、調査設計の準備を進めておったわけですけども、そういった中で今回国の補正で、トイレ改修なり、ライフライン改修の、補助について、採択いただける方向ということで、あの国の方からも連絡をいただいているので、我々としてはあのできるだけこの工事ができるように今後準備を進めていきたいという状況でございます。坂下委員、今年の夏かな、自民党で文科省にね要望を言ったんですよ。その時に、教育省も途中で文科省に行ったので合わせてね入って、政務官にもお会いしてね、総理改修についてお願いしたと思うんですよね。で、この第二次補正予算でね、多分3つほどね、あの国の方からさ、あの作ろうということ来たけども、お断りしたって話もちょっと聞くんだけど、本当ですか、それは。会部長。私の段階で、あの現時点でそのお断りしたという事実は把握できていないということでございますので、あの我々としては、あの国の方から一定そういう内定をいただいておりますので、できる限りトイレ改修を進める方向で今準備を進めている状況でございます。坂下委員というのをこの間聞いたんですけどね、で向こうの人からね、あの第二次補正で言っていたけども準備できてないということでね、だからその当初予算のやつずっと別ですよ。それでなんかできないっていう話が来たっていう話をちょっと聞いたんで、おかしいなと。まあこれ、私もちょっとね、もうちょっと箇所別にね、どのくらい予算について断ったのかね、調べてまた次に質問したいと思うんやけども、そんな話が本当になったら、一体うちはどういうね、トイレ改修について思ってもらうっていう思いがちょっとあったんで、一応教育委員会に調べてもらいたいけども、そんなのちょっと聞いたんで、今の発作の話だったらね、あれおかしいなと思ってね、その補正で一つってやるってことになったらね、当初は二つ、補正で一つ入ったの。私は補正で三つ来るってこと聞いたいけども、それが、説明がちょっと、その辺ちょっと、まあ、今いいですけど、それは、説明が悪いのか。あ、そう、ちょっと。会部長、すいません、ちょっと私の説明がちょっとまずかったかもしれませんけども、平成28年度の予算ではまずその2校の、工事費と、それからそれとは別に、3校の、調査と設計ということで予算を組ませていただきました。でこの2校についてはもうこの夏休みにすでに終わっております。でこの3校についてこの間国の方に、できる限り補正でつけてほしいということで要望させていただいて、まあ、現時点では内定ということで国の方からも補正でこの3号分をの工事を、補助金で見ようじゃないかということで、内定をいただいている状況です。 ですからその工事についてのが実施できるように準備を、まあ、補正予算とか当然計上していかなきませんので、そういった部分の準備を今進めているという状況でございます。で実際その分については工事をやる時期については、もっとその次年度入ってからとかいうことになるかもしれませんけど、予算措置としては今年度国の補助をいただきながらその工事をなんとか進めていきたいというふうに考えていると思います。坂下委員、2、3時間の話だからね、聞いたんで、ちょっとこの話があったんで、ちょっともう一回、平子ちゃんをね、調べてみます、調べてみたいと思うんだけども、ちょっと別にね、総合計画で、まあ、行政改革の中でね、例の職員定数の件についても30人ってあったでしょうね、あれ、まあ、それは多分できなくて、
現状は14人増えているということなんやけども、そういうものについてね、もう今度の、まあ、これできないとしますよね、これもあの多分見直したのが済んだりしないけども、そうすると次 の, あの後期のね、あのこの3年の、4年の中では、もうそれ入れるってことはありえないんだな、見直しというか、中期計画の、第二期中期計画の中ではもう行政改革の中には入らないという理解でいいのかな。海部長、あのまず総合計画の中ではその具体的に、定員を、まあ、どういった形で見直しをするとかいう具体的なことまではあの定めておりませんで、まあ、そういったことも含めて行政改革の中で取り組んでいくということで、基本的な方向を、まあ、総合計画では定めています。でその行政改革の方といたしましては、今現在の第6次の行政改革が、まあ、来年度で終了いたしますので、来年度にまたその次の年からの行政改革第7次になりますけれども、策定を来年予定しております。でそれに合わせて定員管理計画の方も、合わせて新たに、計画を策定する時期に来てますので、合わせて策定をいたしますので、まあ、その中で、今後定員をどういうふうに、目標を持ってやっていくかということを定めていきたいというふうに思います。坂下委員、第6次のね、行政分野数とこれはもちろん連動してるわけやな。ここでただ連動してるやろから、だからもう5時のやつはもう決まっちゃってるから、そのままっていくってことか。33年もだと思うよ。その30人とはずっと下の方がいいじゃない。海部長、定員管理計画で30人削減といいますが、29年度までの目標ということで、やっておりまして、で30年度からの定員管理計画について改めて来年行政改革の方と合わせて、計画をもう一度改めて策定をしたいというふうに考えてますので、まあ、その中で、時期はどうするかというのは検討したい。で現在の30人については、まあ、来年度が一応終了ということになりますので、大変厳しい状況に、今なっているという状況でございます。坂下委員、それと、まあ、すごく大変だけどね、30人や30人だけど、これ増えちゃったかな、10人、40人、それをもとにやるの、それとももう一度30人増えてるとか、その分どうするんだよ、その10人増えた分は、その考えは。海部長、まあ、当然、これまでのその定員管理計画の、まあ、状況というのを、まあ、総括もしながら、どこをベースにしていくのかというのは、現時点では、決まっておりませんので、まあ、今後その過去の総括もする中で、どこをスタートラインにするかというのは検討していきたいと思います。坂下委員、結構です。わかりました。他にご質疑はございませんか。他にないようですから、質疑はこれにて終結し、本件は打ち切らせていただきます。以上で政策経営部の審査を終わります。暫時休憩いたします。
休憩前に引き続き委員会を再開いたします。次に日程第2、京都地方税機構における軽自動車税課税事務の共同化の件を議題といたします。当局の説明を求めます。畑下副部長、はい、それでは日程第2、京都地方税機構における軽自動車課税事務の共同化についてお手元の資料に沿ってご説明申し上げます。軽自動車税の申告書の受付等を行ってきました、京都地方税協議会が、平成29年3月末をもって解散されますことから、すでに平成28年度から軽自動車税課税事務のうち課税仕様のデータ化の事業務を実施している京都地方税機構において平成29年度から、申告書等の受付事務などを、同機構で実施し、軽自動車課税事務の一部を一元的に実施することにより事務の効率化を図っていくことを目指しております。つきましては、京都地方税機構の規約について機構が処理する事務に新たに軽自動車税の課税事務のうち、軽自動車および二輪車、二輪の小型自動車に関わる申告書等の受付事務などの業務を追加するための規約変更を行う予定としているものです。次に想定される規約の、主な変更内容ですが、第4条の広域連合の処理する軽自動車税課税事務共同化の事務の条項に先ほど申しました申告書等の受付などを追加するほか、第17条関係の、広域連合の経費の支弁方法を定めている別表の中に今回追加する軽自動車税課税事務の経費負担方法の追加、また関連する不足等の改定も予定されているところです。軽自動車税の課税、軽自動車税の環境性能割などの業務については、京都地方税機構での業務が改めて明確になった段階で追加の予定となっております。公正団体と広域連合の業務分担は京都地方税機構が行う業務について申告書や、軽自動車検査情報の伝達入力に加えて申告書等の受付等の業務を追加いたしますが、うちにつきましてはこれまでからと変わりなく税額等の決定や調停減免など意思決定に関わるものおよび納税通知書作成や発送などの業務を行うものです。また今回追加する事務の経費の負担方法につきましては現在の税務協議会の経費分担方法の考え方を基本として共通経費については全体の経費を件数などの業務量で都と市町村に安分し、さらに市町村ごとの負担割合につきましては申告書等の処理件数で割っていくということになっております。で今後の予定ですけれども規約を改正する議案につきましては28年12月定例会で提案を予定していまして議決後29年1月に京都地方税機構が総務省へ規約の変更許可申請、29年4月から京都地方税機構での受付業務の共同化を実施する予定となっております。次のページ最後のページをご覧いただきたいと思います。事務フロー等は書かせていただいているんですけども、上段は今現行の28年度の状況です。28年度からは車両の購入、譲渡、廃車などの際の納税義務者からの申告書は京都府と、府内の、税市町村とで組織する京都地方税務協議会で受付しました。で同協議会から申告書を、京都地方税機構に送り申告書の内容を入力しデータ作成をしているという状況になっております。これらの、申告書データと申告データと検査データの付け合わせをして作成したデータを、各市町宇治市の方に送っていただいているということになっております。で宇治市ではそのデータを確認して、納税義務者数を特定し税額を決定して納税通知書を作成し送付するという流れになっております。その下なんですけども、納税義務者から、軽自動車の関係ですねが今度は地方税務協議会ではなくて地方税機構が受付をするという形になっています。以降は28年度と同様に同機構での、申告書の内容の入力などを行った上で、宇治市の方から、納税通知書が発送されるというような流れになっています。なお今回の課税事務共同化では 125cc 以下のいわゆる原付バイクや小型自動車は対象ではなく変更はございません。
なお参考に改正予定となっている現行の規約につきましては、そこに上がっているように7条それから4条と17条関係になっております。以上でございます。すみません。納税者数確定と申しましたけれども、納税者を確定するということで、出席していただきたいと思います。これより質疑を行います。大川委員、京都地方税務協議会が、来年3月末に解散されるということですが、この解散に至った経緯についてご説明いただければと思います。畑下副部長。はい、かねてから地方税務協議会の方で議論されていたと聞いておりまして、車両の、車両課税のですね、軽乗車等の車両課税の、税目がですね、変更されることに伴って同協議会が、解散していくということで調整されたと聞いております。大川委員。でしたら今回この参考資料を、見せていただきますと、地方税務協議会がやられていたことを基本的には地方税機構がやられるということで、何かこの請負っていうところが変わるというだけの話なんでしょうか。何か、また違う変更点というのも出てくるんでしょうか。田下副部長。基本的には業務的に言いますと、請負っていかはるところが変わっていくという形になっているんですけれども、ただ現時点ですでにデータの処理というのをですね、地方税機構が、一括して行っていることもありまして、受付の事務からですね、データのとこ、ま、処理までが一つ の, 組織の中で、処理されていくという形になります。でそういった意味では、より今まで以上に効率的に、実施できるのではないかと我々も考えているところであります。大川委員。この、現在この地方税務協議会で受付審査やデータ作成されているに当たっておられる職員というのはどのような方が今されているのかということと、あとこれ地方税機構に、移行したこの業務が移行した際にこれに当たる職員というのはどういった方がされるのか、体制についてご説明いただければと思います。畑下副部長。はい、ちょっとどのような方というのがうまくあれなんですけども、地方税機構 の, 職員さんが基本的に行っています。で業務がこう繁忙になってくると、当然そこに職スタッフさんであるとかアルバイトさんであるとかというような方々もお世話になりながら、処理されているというふうに聞いております。で今回の受付の方もですね、同様に新たに組織を起こしていくという形になるんですけども、基本的には今 の, 地方税、税務協議会の方で やっておられたやり方を引き継ぎながら地方税機構の職員が、実施していくという形になっております。大川委員。これ万が一ね、地方税機構が何らかの理由で機能しなくなったときに、宇治市は現在この軽自動車に関わる税の徴収というのは独自で行うスキルというのは持っているんでしょうか。それとも今現在も京都地方税務協議会の方に受付審査やデータ作成をお願いしているので、宇治市独自では今はもうそれができる能力というのはないんでしょうか。畑下副部長。申告書というか車検、運輸者の陸運局ですね、陸運局で申告書をこうもらうというような業務というのは、どこの市町ともやっていませんので、そういう意味ではそこのノウハウを直接今我々が用いているかといえば、例えば宇治市の窓口、何々市の窓口、何々町の窓口というのがそこにバラバラであるわけではないんで、そういった意味では今の段階でもそこのノウハウというのはうちが用いてないものになっています。
で、それから以降の、まあ、申告書が送られてから以降の話というのは、電算入力を、まあ、どこで効率的にやっていくか、今の電算がないとやっぱ課税事務というのはなかなかいかないんで、そういう意味ではこの地方税機構が実施してくれはるまではですね、我々の方で処理を行っていたんで、そういう意味ではそのノウハウがあるといえばあると、課税の事務のところではあると思います。公開課税というのはやっぱり自治体にとって自治体の権利であり役割であるわけですから、本来ならば課税を行う、独自に行うスキルというのを、ね、持っておかなければいけないというふうに思うんですけれども、その点についてはどのようにお考えになっているんでしょうか。片下副部長。今時点でもですね、課税を行うという意味ではね、我々のところでしっかりとスキルも持っているし、その事務もきちっと行っていると私は考えております。ただ課税を全体でこう事務するときに、課税事務という全体の事務を見たときに、やっぱりその効率的に事務を実施するという手法というのは当然考えていかなあかんと思います。でそういう意味では例えばこの軽乗車に関わります部分でいうと、申告書等の受付事務にをするのに、各市町からね、それぞれがこう職員が出てこう受付をするとかというのはやっぱりちょっと非効率ではないかと。でまたそういったスペースもないんで、そういう意味ではこのやり方っていうのが我々としてはいいと思います。で他もやっぱり当然同じで、やっぱ課税のそもそものとこというのは当然市町の方でしっかりとですね、事務のスキルというのを持っていかなかと思いますので、よろしくお願いいただきたいと思います。公開市の考え方は分かりました。まあ、課税など自治体が本来やらなあかん業務においても、まあ、当然ね、効率性というものもいて当然は考慮せなあかんというのは私もそう思います。ただ宇治市が課税をするのにあたってそれを自らでやるという能力がないということになってしまえばね、自治体本来の役割を果たせなくなるわけですから、そこについてはしっかりと自分自らの自治体としての本来的役割としてね、自らのスキルをしっかりと保持していただきたいというふうに思います。自治体運営の長い視野で見てもその点必要やというふうに思いますので、その点だけ指摘して質問を終わりたいと思います。他にご質問ございませんか。他にないようですから、質疑はこれにて終結し、本件は一致させていただきます。以上で本日の日程は全て終了いたしました。なお本日の委員会での発言につきましては、組織記録を点検し適切な発言等ございました場合は委員長において精査いたしますので、よろしくお願いいたします。これにて本日の委員会を閉会します。